い、どうもこんにちは、かったです。今日は明日洗濯契約書を引いていい状態になるかもしれないので、その場合のケース、どういった人が引いていいのかについて解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まず明日洗濯契約書を引いていいかどうかは、明日やってくる新イベントのプロスピ交換会が大きく関わってきます。プロスピ交換会がどんなイベントか先におさらいしておくと、自分が所持している S ランクを提出して、他のプレイヤーが提出した S ランクと交換する機能です。交換の種類は3種類あり、ランダム交換ボックス、2020同チーム交換ボックス、2020交換ボックスがあります。これらは1枚でできるミキサーのようなものだと捉えてもらって大丈夫です。そしてランダム交換ボックスのみ過去の選手を交換できて、あとの2つはそれぞれ2020の選手のミキサーだと思ってください。どれも1枚でできる代わりに、いらない選手を皆さん提出するので、外れの確率が高くなっている感じです。そして洗濯契約書を貯めている皆さんは、なぜ貯めているかといったら、洗濯契約書を先に引いて、その後にプロスピ交換会でその選手が被ったらショックが大きいからだと思います。またそういった方はプロスピ交換会の結果を見てから補強ポイントを絞りたい方が多いと思うので、ミキサーも控えている方が多いと思います。予定としてはプロスピ交換会をやってミキサーをしてから洗濯契約書の開封だと思います。ただここで一つ問題が生じます。洗濯契約書の期限が間に合わない問題です。洗濯契約書のガチャを引くのを遅らせた方は大丈夫だとは思いますが、初日に引いてしまった方はプロスピ交換会の期間中に期限が切れてしまいます。プロスピ交換会の告知は洗濯契約書のガチャの後に来たので、そういった方は多いのではないでしょうか。自分もその一人です。契約書の期限は30日なので、おそらくそういった方は12月6日あたりに期限が切れてしまうでしょう。そこで重要となってくるのは提出可能期間と抽選期間です。プロスピ交換会では提出可能期間、抽選期間を得て自分の手元に届く仕組みとなっています。この期間は明日のお知らせで判明すると思います。この期間次第で洗濯契約書を引くかどうかが大きく変わってきます。まずは仮に明日のお知らせで抽選期間が洗濯契約書の期限が切れる前までだった場合、こちらは洗濯契約書キープで交換会ミキサーを得てプロスピ交換会のセオリー通りの流れでいいと思います。ただプロスピ交換会の期間自体が12月11日まであるので、この場合は交換できる期間が2回に分かれているのではないかと思います。もちろん洗濯契約書の期限がギリギリな方は後半は間に合わないと思うので、プロスピ交換会をしてミキサー、洗濯契約書、そして後半のプロスピ交換会をやるといった流れになると思います。続いて抽選期間の終了日が洗濯契約書の期限より後だった場合、こちらはプロスピ交換会の結果が間に合わず先に洗濯契約書を引くことになるので、明日引いてもいいという形になるでしょう。その場合ミキサーは待つかについてですが、こちらはミキサーをしてから洗濯契約書、プロスピ交換会の結果を待つという流れがいいと思います。確かにプロスピ交換会の結果を見てからミキサーもありかもですが、洗濯契約書が最も重要な部分となってくるので、ミキサーを先に行い、狙いの選手を絞りに絞ってから洗濯契約書を開けるのがいいと思います。その後にプロスピ交換会の結果を待つという形でいいでしょう。プロスピ交換会はそもそも当たりの確率はその3つの中では低いので、取った選手が被る確率は低いでしょう。逆に被っても割り切りやすいと思います。以上です。いかがだったでしょうか。まとめると、洗濯契約書のガチャを早く引いてしまった方で、明日のお知らせでプロスピ交換会が間に合わないと判明した場合のみ、明日にミキサーと洗濯契約書を引いていいという形になってきます。初めてのイベントでまだまだ追加情報があるかもしれないので、しっかりと明日はお知らせを読み込んでから行動しましょう。ということで、この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。続いて契約書の方がまたね、少し溜まってきたので、そちらの方をね、消化していきたいと思います。まあ、ちまちまね、こうやって契約書のね、引く動画とかも挟んでると思うんですけど、まあ、今回はゴールド契約書8枚で引こうと思います。で、まあ、これね、ちまちま引くのは、まあ、無課金で自分やっててね、早めに育成しなきゃいけないので、まあ、こういったね、まあ、関係ない動画なんですけど、まあ、こうやってね、ちまちま引いていくといった形です。ということでね、まあ、いい選手当たってほしいですね。さあ、ゴールド契約書なんですけど、もう A ランク以上確定の演出が出ているわけなので、しっかりと当てていきたい。さあ、 OK。 まあ契約書の方はね、まあ全て、まあ、S が出るね、契約書の方は全てね、動画で引いてるので、まあ当てていきたいですけど、どうかな。お、丸選手は嬉しいですね。普通に嬉しいです。これは
はい、ということで契約書の結果はこんな感じでした。続いては毎週お決まりのコーナー、今週の覇王のオーダーについてです。まあ、自分がね無課金で実際にプレイヤーとしてやっているので、まあ、現在のね自分の状況で覇王は維持できるかというのを皆さんにね毎週のようにお届けしていくコーナーなんですけど、まあ、今ね現在月曜の動画なんですけど、日曜にね撮影しているため、まあ、このような画面となっております。まあ、今週もね無事に、まあ、残留することができましたと言っておきます。まあ、501位からね降格することはないと思うので、まあ、とりあえず残留はできました。で今週のオーダーに関してなんですけど、これで挑みます。多分先週も多分このようなね動画を上げたと思うんですけど、先週からオーダーは一切変わっていません。1週間の間このオーダーで挑んだんですけど、まあさっきのご覧になったような順位で1週間は推移しました。そしてまあ一応見せておくと、スピリッツコンボはこんな感じとなっております。で現在のね育成状況として、まあ、育っている選手は結構いるんですけど、新庄選手、ビシエロ選手、銀次選手がって結構 S ランク埋めてると思うんですけど、まあちょっとねこの鈴木誠也選手が3500なんですけど、まあ、もうちょっとでね75レベルになるので、まあ、今週中にまあどっかしらね入れてスピリッツ100アップはできるのかなと思います。現状のオーダーとしては以上です。続いてしばらく純正のオーダーを見せていなかったので見せていきます。まあ、自分はね12球団を主にやっているので、純正は片手前作っている感じなのでそこまで強くないですが、まあ、ざっとこんな感じです。まあ、自分と同じくね12球団メインでやってて純正片手間にやってるよって方は、まあ、どの程度のね強さの純正がそれで作れるのかっていうのを気になる方もいると思うので、まあ、一応ね見せていきます。でまあこんな感じなんですけど、まあ結構ね過去シリーズのものが混ざったりしてる感じです。でまあスピリッツコンボとしてはこんな感じです。75,406のコンボが9,692、まあ、コンボはねまあまあ出してるんじゃないかなと思います。まあ、結構写真変更とかもしちゃってるんで、まあ、打順はこんな感じで組んでて、でピッチャーがこんな感じで組んでます。続いて皆さん忘れがちですが、タカチャンネルズさんとのコラボがプロスピースでは開催予定です。まあ、これね12月中に開催となっているので、まあ、このねイベントとしてどういった形で登場するかというと、まあ、シナリオプレイがね12月2日で終わるので、またねそういう経験値とかスタミナ回復とか選ぶイベントが、まあ、このねタカチャンネルズさんとのコラボに関わってくるんじゃないかと予想しておきます。皆さんのね予想もぜひコメント欄に書いていってください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画はね、上がってる頃にはプロスピラビリスの難易度激ヤバが解放されてめちゃくちゃ大変だと思いますが、皆さん頑張っていきましょう。ということで、この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。